渚最高。うん、この覚悟いかがかな。サチヤッホー、こんばんは。ともさんありがとうございます。なりちゃんさんありがとうございます。のりさんありがとうございます。しゅうあんこさんありがとうございます。ちょっと待ってね。謎のテロップ。たかしんさんありがとうございます。こうさんありがとうございます。ぽかのわたあめさんありがとうございます。なぎささりこ、シルバーウィークの、そう、お肉食べたいと思って。カメさんありがとうございます。ガチさんありがとうございます。ちょっと、すいません、ミュートにさせて今咳してました。こんばんは、こんばんは。サチの声が落ち着くんですわって。ありがとう。こんばんは。はじりこさんありがとうございます。こんばんは。今日も京都でシロッチーだし、今日も京都でこのパーカーです。もうね、袖がなんでこんな汚れたんだろうっていうくらいに汚れてるから替え時。こっちはいいのよ。右の方はね、ボールペンだから。フレッシュイチゴになりたいのさん、アツエスさんありがとうございます。キヨニーさんありがとうございます。キッチンさんありがとうございます。聞いてください。スライトさんありがとうございます。OS さん、トマさんありがとうございます。ジリコさんありがとうございます。うん、長袖はね、なんか年中無休私は着てるのでお気にせず。ゆきおさんありがとうございます。今日いけちゃんさんありがとうございます。私蒙古タンメンがめっちゃ好きなんですよ。ゆきおさんありがとうございます。バッキュン、ちょっと袖だけ汚いから袖だけめくろ。めっちゃ好きで、食べるんですね。まっつんさんありがとうございます。でも広島山口公園から始まり、ずっとあったじゃないですか、毎週の幸せなことに。だから食べれてなくて、今日久しぶりに食べれました。ももるんさんありがとうございます。プレシデンさんありがとうございます。そう、カップ麺のやつなんですけど。ブータさんありがとうございます。もう幸せでした。かたむつりさんありがとうございます。そう、頑張ったご褒美でやっと食べれました。ふう、幸せだった。めっちゃ美味しいよね。やっぱさっちーはその後にご飯を入れるのが好きです。決めた日にもうとことんとことん食べるっていうのがサッチ流です。ヤマトさんありがとうございます。リョウチさんありがとうございます。トンさんありがとうございます。待って、3個食べたっていいな。でも迷ったの、とことん食べる日を作るのね、サッチは。だから蒙古タンメンと
カレーのラーメンがあったから、カレーがね食べたいなって思って買おうとしたんですけど、さすがにやめときました。そう、ご飯入れてみてください。で、前まで卵も入れてたんですね、一緒に。でも私は卵が入れない方が好きっていうのを最近やっと気づきました。ずっと入れてたの、ずっと毎回入れてたんだけど、やっと、あ、自分は卵入れん方が好きやわって、ね、最近気づいた。あちよしさん、たまったさん、くまねパパさん、ありがとうございます。毎日とことん食べる日になってます。まあまあ、そういう週ぐらいなら大丈夫だよ。美味しいよね、ご飯って。なんであんな美味しいんだろう。でも食べない、あんまり食べない日を作って食べるカップ麺とかはもう100倍美味しいなって思った。今日 K セティンさん、ありがとうございます。りょうちさん、たまんたさん、ありがとうございます。やすべえさん、ありがとうございます。プレシデンツさん、ありがとうございます。今日は佐川さんのこと6秒くらい、6秒か、なんとも言えない数秒だな。ありがとう。じゃあ明日は10秒ぐらいかな。くまねパパさん、ありがとうございます。辛いのね。うん、でも蒙古タンメンってどうなんだろう。ピリ辛ならいける。辛ラーメンも食べれます。でもめちゃくちゃ辛いのとかはちょっと苦手です。やすべえさん、ありがとうございます。赤いたぬきかな、これは。漢字がちょっと危ういんですけど、赤いたぬきさん。アンディさん、ありがとうございます。サルトビニザエモンさん、ありがとうございます。サッチーやっほー。イケちゃんさん、ありがとうございます。でも蒙古タンメンこんだけ好きなんですけど、本家食べたことなくて全部カップ麺なんですね。本家も食べたことないから食べたいんですよね。でもなかなか蒙古タンメンを食べには行かないから、あっちに。てか最近ね、好きになったんですよ、蒙古タンメン。秋の味覚さん、ありがとうございます。ひろのりさん、ありがとうございます。こんにちは、しけんさん、ありがとうございます。あ、3期でね、いるよ。いちごがね、よく食べてるイメージ。あとね、りゅうちも好きって出た気がする。そう、とんさん、とんかつさん、ありがとうございます。ひろのりさん、わーちゃんさん、ありがとうございます。そう、もう蒙古タンメン好きがいますよ。うわ、ペヤングの極撃からはまだ未挑戦。いや、あれは怖いな、さすがに。 YouTube でね、よく見るんですよ。もう辛そう。てか友達が食べたって言ってて、一箱食べれなかったみたいな。なんだったっけ、忘れたけど、めっちゃ辛いって言ってたから怖いな。フリーダムさん、アップルワインさん、ありがとうございます。 INZ さん、ありがとうございます。え、もう配信で食べたらダメだよ、放送事故。もう喋れない、喋れないし、もう一点を見つめてずっと一点を見つめます。和春さん、ありがとうございます。りのさん、ありがとうございます。さっちー、しゅけんさん、ありがとうございます。
汗や涙やらなと絶対やばいよね。確かに。やあこんばんは、こんばんは。あ、広島つけ麺コンビニで食べました。唐辛子全部入れちゃって辛かったですね。サッチも癒しボイスってありがとう。わーちゃんさんありがとうございます。あ、北極ラーメンのが辛いって言うよね。そう、北極ラーメンは食べれてないんだよね、まだ。ピンクカメオさんありがとうございます。ポカのわたあめさんありがとうございます。今日もサチが可愛い、ありがとう。今日もありがとう。今日は花金だね。9月15日、今日の金曜ロードショーは何だろう。わーちゃんさんありがとうございます。はじりこさんありがとうございます。あ、チャパグリ食べたことあるよ。あれめっちゃ好きだった。ちょっと甘めだよね、それが食べやすくて。キムさんありがとうございます。黒白さんありがとうございます。あ、今日コナンくんなんだ。あ、もうしてるのか、9時からコナンくんが。あ、 CM してたかも、確かに。ディリ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 ディディリディ、コナンがめっちゃもう大好きな子って周りに一人いません？絶対私だけ。そう、チャパグリはね美味しかった。いやでもカムカムさん、炭酸せんべいさんありがとうございます。なんか友達と食べたんですよ。それで辛ラーメンの焼きそばバージョン食べて、なんか海苔で、私絶対全部入れたら辛いなんて分かってるんですよ、食べたことあるから。なのに海苔で全部入れちゃって、それが辛すぎて、まあ、チャパグリがねより美味しく感じたっていうのもあるんですけど、あれ美味しかった。そう、ちょっと話渋滞だけど、そう、コナン君いるよね絶対。それめっちゃ思う、自分にも周りにもいる、もうマジで好きな子が超好きみたいな、いるよね。え、だよね、嬉しい、共感。サッチヤッホー、乗りたい勢い大事。まあね、そのおかげで、そう、もう一生やらないっていうことをね心に決めれたので良かったと、いい経験でした。真っ赤になりながらね、牛乳一本ぐらいね飲んだかも。しかも友達ん家で食べたんですよその時。なのに人ん家の牛乳瓶一本飲みそうになっちゃって、そう、あ、でも二人で一本だけなんですけどね。日曜日に入試あるので応援してください。入試があるの？入試？頑張って。お勉強の入試かな。頑張ってください。230km さん、ありがとうございます。そう。こんばんは。イケボやな、やってやった。嬉しい。みちゅるんさんありがとう。待って、ゆいにゃんがさっち言って大食いでしょ。え、ちょっと待って、なんで私。待って、ゆいにゃんって大食いなの？なんか早食いとは聞いた、ゆいにゃんから。いいよ、しようっていうの伝えといて。自分で言ったって感じだよね。え、ゆいなってめっちゃ食べるっけ？え、ゆいにゃんだよね。ゆいなってめっちゃ食べるっけ？なんか、どうなんだろう。
日焼肉行くので応援してください。いいなぁ、頑張って。いいなぁ、焼肉。そう、蒙古タンメンの次、私は食べたいものリストを作ってるんですよ。それに焼肉が入ってるので、ずるい。いいなぁ。あとドーナツも書いたし、あ、3つしかなかったです今のところ、うん、サッチーヤッホー、シャイニングフィンガーさん、ありがとう。でも結構まあ食べ盛りだよね。ミューポも多いだって。そうなんや。 KVPH さん、ありがとうございます。いつかね、確かに大食いロケとかしたいなって思ったり思ったり。りゅうちゃんさん、ありがとうございます。3期でしたいな。誰が一番食べるんだろう。純粋に気になるかも。あー、制限時間ありだった。確かに確かに。回転寿司だな。なんか限界まで食べたことなくて、やっぱ金銭面にもねあるので、都合がどうなんだろう。うん、わかんないですこんばんは、こんばんは。K、支払いを任せろありがとう。じゃあもう存分、40皿とか高級なお店で食べたらすごい値段になりそう。まあ40はないけど、さすがに30いったらすごいね。確かに20もいかないかも。でもどうだろう。あ、いった。こちら、こちらー、みやこーちゃんさん、ありがとうございます。アップルワインさん、ありがとうございます。お話し会取ったよ、だって。やったー、待ってるねー。お話し会の応募も、10枚目シングルのお話し会のご応募も始まりましたので、ぜひ待ってます。竹まつるさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。しげさん、ありがとうございます。さちー、やっほー。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんにちは、こんにちは。シャイニングフィンガーさん、ありがとうございます。サチー、ヤッホー。英語屋、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。おはよう、おはようおはよう、おはよう。オーディションして、髪型もバッチリ OK。 ケイケイさん、ありがとうございます。サッチー、ヤッホー。ことが諦めそうだ。拳まだ踊れますか。拳まだ全然踊れます。言うてまだ、でももう2週間経ったのか。え、まだいける。じゃん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 
ちゃん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 こんばんは、こんばんは。まだいける。でも会いたかったもん。まだ踊れるぐらいだから結構ずっと踊れてそう。シャケちゃんさん、ありがとうございます。会いたかった、会いたかった。んあ、こちら会いたかった、会いたかった。アテヤスさん、ありがとうございます。アップで会いたかった、イエス、君にだ。自転車で、それだ。ユリアピースさん、ありがとうございます。確かに。じゃあ最後に一曲歌おうかな急にあっちゃさん、ありがとうございます。何がいい？後悔なんかあるわけないってちゃんと言えたらかっこいいんだけど、でもそれはちょっと混じっちゃった。イヤホンさします。サミダレいいね。でもサミダレはもう3回目だ、これ歌うの。確かに充電大丈夫かな。また止まったらごめんなさい。さっき見たら 32% とかだった気がする。どうしようかな。どうしよう。どうしよう、どうしよう。でもサミダレを3回目に乗っちゃうから。でもサミダレがいい。3回目でもいいよって感じならサミダレにしようかな。でもちょっとサミダリオはちょっともういいよってなったら他の曲歌おうかなって。あ、いいじゃあ2曲時間があればね、時間があれば。とりあえずサミダリオ、お、初めて聞く。そっか、いきます。それでは聴いてください。さみだれよ教えてくれ、曇り空に叫んでた。やむつもりかやまないのか、先のことはわからないまま。さみだれ式に
してしまえば楽かもしれないけれど、自分の方からなんて絶対に言い出せない。はっきりとしないのは手浮きも気持ちも同じ、風向きどっちつかず、僕は友達のままでいい。だから心の内側で雨宿りして、雲の切れ間太陽をここで待つ。さびたれよ後からどうから、愛しさが込み上げてくる。見上げたって変わらないのに、どこかに虹期待してしまう。46さんでサビダレオでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 、うまい、ありがとうございます。ガガ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 ガ
ありがとうございます。たくさんありがとうございます。お、あと1曲いけそうですね。あ、すいません、感動したって、嬉しい、歌うまい、ありがとう、嬉しいです、とっても。バンバンされてものやつ、いいね。今日は桜坂メドレーにしようかな。じゃあ、あ、声好きはや、嬉しいだけ。じゃあ一番ずつ歌おうかな。この曲踊れないけど、踊れたらかっこいいなってずっと思ってる。スマホで動画見てた、それじゃ起きられるわけがない、全てのことに遅刻して今日もサボってしまった、カップ麺お湯を注いでそれなら寝てりゃよかったなんてあくびしてたら麺が伸びた。 Hey! 何になりたい、何をやりたい、いつからだろう夢を見てない、ずっとゲームしてるうちにいつしか大人になってた、みんなどこへ行ったんだ、なんでそんな忙しいの、ちょっと待ってよ、時間は何あったじゃないか、人生の電源切られるように僕だけ大丈夫ってこと、バースされてもキスされてもダメだって言われてももう今さら違う自分になれるわけないじゃない、バースされてもキスされてもやめろって言われてもわかりました、温めますって反省なんかしない、神様何がいけないんですか、どこがその基準なのか知りたい。ちょうど一番で切ろうと思ったらちょうど10年がって言われました。ありがとうございます。今のは桜坂46さんでバンでした。早いですね。でもかっこよくて好きです。この曲いつか踊りたいですね。かっこよすぎて。ありがとうございます。バンされたのかと思ったってタイミングがよきよき。ありがとうございます。あと1曲ぐらいかな、1曲1番ぐらい。おしめやほーありがとう、ありがとうございます。パチ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 。こんにちは。あと1曲何にしようかな。お肉お願いしますどういうことお肉お肉、そうだよね、そうだ、びっくりだよね、テロップ、どうしよう。あ、じゃあ今日は桜坂メドレーということで、今ねチラッと最新曲もいいですよね。スタートバーン、スタートバーン、もう一度だけやり直そうなんだよ。じゃあ最後
かよかったのか帰り道であいつと君の笑顔なぜか切なくなって明日が早くやってくればいいこのままだと追いつけない僕より覇気を歩く二人に話すチャンス待ち伏せして君を海に誘いたいんだ夏の近道どこを探せば次の季節のドアが誘えればいいなってありがとうございます。今のは桜坂46さんで夏の近道でした。ありがとうございます。パチ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 声うまい。ありがとうございます。パチパチコリナーさんありがとうございます。パチパチパチありがとうございます。それじゃイヤホンを外させていただきます。よし、オッケーオッケー、ありがとうございます。今日は3曲歌わせていただきました。さち元気になりましたって、嬉しい、その言葉ありがとう。ラブリー48の46さん、ジュリボーさんありがとうございます。それじゃあ58分になったら断順もさせていただきます。トーンさん、うっかりあっこさんありがとうございます。いやこちらこそありがとうございました。聞いてて幸せになれるって嬉しい、いい声ありがとう。耳が喜んでます、ありがとう。椎茸さんありがとうございます。嬉しいだけ、耳が幸せ、イエーイ、ありがとう。椅子の位置が、あ、58分になったので断順もさせていただきます。13位ルールさん、12位アチヤスさん、11位トンさん、10位 KEVPH さん、9位リョウチさん、8位カタムツリさん、7位アッチャさん、6位炭酸せんべいさん、5位ヒラズグさん、4位ユキオさん、3位マッツンさんありがとう、2位クマネパパさんありがとう、猫猫ネパパ、そして1位はヤスベさんありがとう、ありがとうございます。パチパチパチということです。ちょっと待ってくださいね。パチパチパチありがとうございました。皆さん本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。とても楽しい配信でした、ありがとうございました。そして花金お疲れ様でした。好きだ、ありがとう、楽しかったです。こちらこそ、配信お疲れ様でした。配信ありがとう、またの、お疲れ様、ありがとう、またね、ありがとう、おやす、ありがとうございました。パチ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 、元気出ました、よかった、ありがとう、おやすみ、またね、またね、配信ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとうございました、おやすみなさい、配信ありがとう、疑いすぎた、おやすみ、おやぼみ、三曲ありがとう、健やかに、またね、またねそれじゃああと30秒なのでそろそろ終わろうと思います。それじゃあ皆さんありがとうございました、おやすみ。